不思議。どういう評価？いや難しいよこれは。一国道さん、一国道さん、一国、一国だー言ってるやん。一国道さん、一国道さんね、うん、一国だーね、はい。いやこれでも一国道さんの今の新技っていうのがすごいんですよ。あ、そうなんですか。うん、あのね、口はゆっくり喋ってんねんけど、うん、声はあの普通に聞こえるっていう。無理やで。すげえ。あ、そう。もうできん。あ、それちょっと僕調べますわ。いや、ほんまさらに進化してんね、あの人。あ、もう声が遅れて聞こえてくるようじゃないんじゃん。じゃん、じゃん。ゆっくり喋ってんねんけど、うん、普通に声は聞こえてる。すげえな。すげえで、あの人。あ、そうですか。すごいで思い出した。あのね、ぜひね、その、頑張ってるんだよっていうのをちょっと伝えたい。うん、まあ、階段っちゃ階段なんですけども、うん、あのなんかこう教養になる階段というか、はあはあ、あの総裁業のことなんですけどね、まあ、ちょっと他でも話したことあるんですけど、うん、ちょっと改めてね、うん、この不思議大百科でも行きたいなっていうのがありまして、うん、総裁業、はい、あの、はい、僕ね葬儀屋さんの時の話なんですよ、うん、あの葬儀屋さんってまずいつ電話かかってくるか分かんないんですよ、うん、なんかほら人が亡くなるのってなんか大体夕方の何時頃かなとかないじゃないですか。ないね。別にないじゃないですか。24時間ね、うん、あるわけで。で、それ電話来たらバッと行って、まあ、バッと行くみたいな。うん、なんかそんな感じ。うん、だ僕もあの当番みたいなのがあって、うん、あの、例えばこの日にそういうなんか夜中に連絡行ったら自分が行くみたいな当番があるんですよ。うん、だその日は僕スーツ着たまま寝てるんですよね。へ、まあ僕以外のそのメンバーも全員そうでしたけど、うん、もうスーツのまんま布団に入るみたいな。うん、で、電話来たらそのままガバッと着てジャケットを羽織ってバーン行くみたいな。うん、だそんな感じの職業だったんですけども。そんなに緊張感がある。あ、もうずっと緊張感やっぱりあるところ、はいはい、まあ、あの会社に多分よると思うんですけど、僕のいたところはめちゃくちゃ緊張感も、うん、がすごいところやって、で、あのやっぱりいろんなそのトラブルというか、例えば遺族さんはこうしたいけれどもそれを叶えるにはなかなか難しいとか、まあ、いろんなことがあるわけですよ、うんうん、でその中である方、結構高齢のおばあちゃんが亡くなったっていう、うんうん、まあ、連絡が来たんですよ。それも昼ごろやったんですけどね、うんうん、で切って、ああ、でかしこまりましたと、うん、でその電話してくれた方のお母さんなんですよ、うん、で、じゃあお母様は今どちらにいらっしゃいますかって聞いたら、自宅にいますと。でこれまああるんですよ、だいたい病院なんですけど、その自宅にかかりつけ医のね、もうお医者さんがおられて、うん、で自宅で亡くなったらそこで死亡診断書を取ってくれるっていうのがあって、はいはい、だからもう自宅に行くみたいながあるんですよね、うん、でそれで自宅行ったんですよ。そしたら、なんか築何十年とかのちょっと、なんでしょう、本当に昔ながらの一軒家、うん、なんか2階建てみたいな、うん、でそれこそそのおばあちゃんがなんか住んでる感じの一軒家やったんですよね、はいはい、でそれでガンガンガーンとでやったら、でガラガラガラって、なんていうんですか、ガラス戸っていうんですか、もう昔ながらのガラ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 っていうやつ、はいはい、引き戸、ね、引き戸っていうんですか、うん、であれがね開いて、うん、で中年の男性の方が出てきたんですよ、うん、で、あ、すいません、何々葬儀社の何々と申しますけれども、うん、って挨拶したら、あ、お電話出てくれた方ですかって言って、はいはい、で、あ、そうなんです、あ、お電話いただいた方ですかみたいな感じで、うん、まあ、そこでお話をして、うん、でちょっと話してたら、その遺族さんのその男性の方が、うん、あ、よかったら中にどうぞお入りくださいって言ったら、母もいますんでって言われて、うん、あ、そうですか、では失礼いたしますって言って、で玄関に入ろうとしてですね、靴を脱いで廊下がねこう続いてるんですけど、うん、見たらゴミ袋が廊下のね両脇にブワーってこうあるんですよ。で、と思って、もう片付けてんのかな思ってね、うん、あ、そうですか、でもそんなん別に言う必要もないから、うん、まあまあと思って、でそのまままっすぐ行って、でその廊下の一番奥の部屋にそのお母さん眠ってらっしゃるって聞いてて、でその男性の方の後ろをついて僕周りで行くじゃないですか、うん、そしたら左側にドアがあってちょっと開いてたんですよ、うん、はい、で別に見る気はないんですけど、なんかその視界に入ったんですよ、うん、そしたらその空いてる隙間からその部屋の中見えるんですけど、うん、天井までブワーってゴミ袋積んでて、ほんまのゴミ屋敷や、まあ、言うてしまえばね、うん、でまあ多分そのお母さん一人で、うん、初期の田中の家みたいな、ね、初期の田中の、うん、田中屋敷やったんですよ、田中屋敷ね、初期の、そうだから、そんな感じなんかと、うん、まあでも別に言うあれもないし、まあね、うん、別にね、でそのままついていって、で一番奥の部屋に行ったら、うん、お母さん眠ってらっしゃって、うん、でまあその部屋もやっぱりちょっと袋結構なんか入ったやつをこう今避けてるような感じやったんですけども、うん、でそこでその、男性の方とお話しさせていただいて、袋に入れてるだけマシよな、まあだから多分、うん、そう急いでちょっと片付けたのかもしれない、あ、もしかしたら、ね、もしかしたらね、そのもういよいよっていう
ふうにお医者さんに言われた時にもう先にやってたんかもしれないですけど、ね、バタバタもしてたやろし、ね、あそうだ大変やだと思うんですよね、うん、でそれで、男性の方がね、うん、あのちょっとお葬式なんですけど、うん、うちでしたいんですって言ったんですよ、はいはい、家で、うん、はいはい、えこの家でと思って、この今の状況の、そうそうそう、おっと、うん、あここでするのかなと思って一瞬止まったんですよ、うん、でそしたら、あいやいやと、うん、ここから10分ほど行った、車で10分ほど行ったところに、うん、あの自宅、自分の自宅のマンションがあるから、あその人の家、そう今住んでるところじゃないんで、 そうで、そこでお葬式したいって言うんですよ、うん、ああそうですかと、ああ分かりましたと、であのマンションでお葬式っていろいろね、あのやっぱあるんですよ、うん、例えばそのお隣さん問題とか、あね、要はその、まあ、お母さんをそこに連れていくわけですから、うん、あの何でしょうね、結局その亡くなった人って家族からしたら大事な個人さんなんですけど、うん、でも他人さんから見たら要は遺体なんですよ、まあね、それをだら、ですから、ね、そうそう、だそれをそのマンションでばったり鉢合わせてうわーとか、やっぱそういうのを気にされたりとか、だからそのお隣にはちょっと挨拶しといてもらった方がやっぱりいいとかいろいろあるんですけども、うん、まあなんかいろいろクリアして、それでもとりあえずそのマンション自宅でやりたいと、うん、いうふうな希望やったんですよね、うん、でまあ分かりましたと、でまあいろいろもちろんそのできるかどうかヒアリングもするんですけれども、うん、まあ、あれちゃいますの、予算的にも家の方が、あそうなんですよ、あの葬儀会館借りるお金がなくなるから、うん、ね、まあそれもあったかもしれませんけれども、うんうん、まあそれでじゃあ分かりましたと、うん、でそのお母さん一旦お棺に納めて、うん、はいはい、で、僕ともう一人来てたんで、うん、まあ、2人でそのいわゆる寝台車にお母さん乗せて、うん、で僕は僕の車に乗って、だ僕の車と寝台車とその中年の男性の方ね、うん、まあ、遺族さん、はいはい、数名でそこに向かうんですよ、マンションに向かって、でそしたら本当に10分ぐらいでそのマンション着くんですよね、うん、でマンションを見て、ああやっぱりねと思って、うん、あの5階って聞いてたんで、うん、あの5階のとこってねエレベーターないのすごい多いんですよね、あ結構あるんですよ、そうあるんですよ5階までは、ちょっとこの5階まで以上やったらそう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 あるけど5階までは結構、うん、そうなんですよ、で5階なんですよそのマンションが、ああ一番上で、そう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 、でまあまあまあ、エレベーターなし、まあ、でもそれはねエレベーターなし、あーそれは階段でいいからね、そうでまああの行けるって聞いてたんで、うん、分かりましたと、じゃああのちょっと2人であの、うん、お母さん連れさせていただきますと言って棺に収まった状態のままお母さんをその階段で行くんですよ、はいはい、でそしたら何でしょうね、そのマンションによってはなんですけど、うん、階段が狭いとこあるじゃないですか、それでこう一応螺旋状になってるからなってるとか、そう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 、曲がる時とかね、そうなんですよ、曲げれないじゃないですか、そうでまさにその通りで、うん、棺が通らない、通らないんですよ、そのまあ長方形じゃないですか、うん、立てたらいけるっすよ、うん、あのタンスみたいに、でも立てられへんね、立てられへんでしょ、うん、あのもう傾けるにしてもちょっと傾けるぐらいまではいけるけど、ご遺体が入ってるからね、そうお母さんそこにいるから無理なんですよ、うん、どうするんですか、そうだからちょっと聞いてた話もね、そのやっぱヒアリングしてたんやけど、うん、まあ違うくて、ですいません、うん、あのこれはこうこうこうでこうなんですと、うん、で、うん、もう本当にもうどうしてもそのご自宅でお家でってことはこうこうこうでこうしかないんですけどもっていろいろ提案した結果か、うん、その中年男性がそれでお願いしますって言ったのが、うん、僕が棺からおばあちゃんを出しておんぶしていくっていう、そういうのがあるんですよね、でもあんまりその経験って葬儀屋さんやっててもないと思うんですけど、まあ僕もなんかね、うん、結構件数多い忙しいところにおって、うん、まあだからそういう機会があってね、やるしかないと、でもう分かりましたって、こっちからしたらねちょっと、うん、まあ、仕事ですからね、そう仕事やから別にね、うん、でそのちょっとお母さんをおんぶしてですね、うん、だからあのねやっぱ亡くなった人のおんぶって全然ね生きたものとは違うんですよ、重いんでしょ、重い、あの力抜けてる時って重いっていうのよね、そうなんですよ、あのやっぱりね生きてると、うん、そのおんぶ、まあ、してくれてる人の気持ちをやっぱ考えて、うん、無意識に重心をねなんかうまいことやっぱ調整するんですけど、うん、亡くなってる人ってそれないから、うん、本当にもう完全の脱力なんで、重さがね 1.5 倍なんか2倍ぐらいあるんちゃうかって、でそのお母さんもね結構あの痩せてて小柄な人なんですよ、で体重で言ったら本当30キロ台なんですけど、もうめちゃくちゃやっぱ重たいんですよね、まあ、でもそこで何でしょう、ちょっとしんどそうにしたらダメじゃないですか、もうがっつりもう大丈夫ですよって言ってやっぱ行きたいし、でその僕先頭で、で僕の後ろすぐ後ろにもう一人の人がまあスタンバイして、ああ落ちたらそう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 、もう最悪の場合を考えて、でその後ろの遺族さんがずらずらずらっとで、みんな階段で行ってんですよね、でそしたら1階から2階行くじゃないですか、もう汗だくなんですよ、真夏よりもちょっとこうずれてる時期やったんですけど、もうそれでももうめちゃくちゃ汗が出るんですよね、重い重いね、いやそうそうそう、緊張もあるし、そう
で2階から3階行くじゃないですか、落とされへんと、ね、その辺りでもう結構なこれは一社行くぞと、うん、もうアドレナリン出まくりで、うん、もう行くぞみたいな感じ、うん、でそしたら後ろから遺族さんがなんか大丈夫ですかとか言うんですよ、うん、言ってくれるんですよ、うん、でこっちの方が全然大丈夫ですよ慣れてますんでとか言うんですけど慣れてるわけなくて、うん、そんなんないからあんまりやったことないからね、うん、でもあんまりそんなんね初めてなんですよとかそんなん言わへんので、うん、もう行きますって言ってでまあ気合い入れていくんですけど、うん、すごい嫌やったのが、うん、そのおばあちゃんこうおんぶしてるじゃないですか、うん、でそしたら手がここでこうブラーンってなってんですよ、ね、で足こう持ってでこうやっぱなくなってるんでこう立てれないんですよ、うん、だからだいぶこういう風に曲げてあげないとダメで、うん、そしたらここにおばあちゃんの顔がずっとあるんですよでその歩くたんびにねこのペッターンペッタンってこれマジなんですけど本当にこうペッタンペッタンするんですよ、うん、で冷たいやろね、そう、ああそれはもう冷たいんですよ、でその時にね髪の毛が、うん、こうここにこうさーっとそうこうシャワ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 当たって、うん、ちょっとね それがちょっとその故障場気持ち悪いというか、うん、なんかでしかも汗もかいてるし、うん、仕事やと言えね、そうでそのコショ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 バくて、うん、でうわーと思ったんやけどその顔をこうそむけるわけもいかなくて後ろにいるんで、うんうん、だからもうやっぱり自分はまっすぐもうこれでお母さんは僕が連れて行きますみたいな感じで行かなあかんから、うん、で耐えて、うん、でまた上さらに上がったんですよ、そしたら髪の毛が動いてる感じするんですよ、うん、自分が歩いてこうペッタンペッタンのその動きじゃない動きがなんかするんですよ、あそのリズム的な、そうリズム的におかしいんですよね、ちょっとずれたなんです、そうでと思ってこの僕本当の隣におばあちゃんの顔をこの距離感で見たんですよ、うん、そしたら一旦信じてほしいんですけど、うん、口から髪の毛がふわーって出てるんですよ、うん、で動いてるんですよ、これ一旦信じてください、うん、で「は？」ってなって、何これ、うん、ってなったんですけど何秒か見て、でも僕これ分かんないですよ、もう本当にうわーいってうわーいってよっしゃ行くぞっていう時の、うん、本当数秒の出来事なんで分かんないですけど、うん、一瞬ゴキブリちゃうか思ってその触覚が、うん、あそうなんですよ、うわと思ってそっから5階に行って家に入ってもう一度棺に収めるまでの記憶がないんですよ、うん、多分な脳からドワッと出たよね、そうそうそう、本当にもうグワーになったんでしょうね、全然その後にも記憶なくて、うん、だから実際どうやったかちょっと分かんないんですよ、これだから階段っちゃ階段かもしれんし、でもいやそっちじゃないかなっていう、もしかしたら虫かも、でも、うん、その後はこうちゃんと、あそうそうそう、もう一度ねこういうふうにまあやって、はい、きれいにするんですけど、その時もずっと僕ね口元見てたけど、うん、出てこない、いないかったんすよね、分からんくて、でも虫ってだから穴に入る習性が、あそうらしいですね、うん、って言ってたから、まあもしかしたらそうなんかもしれないですけどっていう、うん、ような仕事をやってるよ葬儀屋さんはっていう話です、いやきつい厳しい仕事ですね、そうですね、これレアですけどね、うん、不思議、こんなことあんまないですよ、うん、でも、うん、俺それで思い出したら、うん、その昔やけど、はい、パソコンをねカチカチカチってやってたら、はい、うん、その USB の穴からシュッてこう触覚がバーッと出んのよ、何やろう思って、はい、で確かにそのパソコンって、はい、Windows やって、うんうん、でお姉ちゃんが姉貴かなんかのやつで、うん、随分ほったらかしてたやつや、はいはいはい、それを久々につけて、うん、インターネットやってたら、うん、パソコンが温まってきたか知らんけど、うんうん、USB からシュッそうやこれ何やろうと思ってて、うん、まあ無視してたら、うん、シュッてまた中入って、うん、でまたカチカチカチってやったらシュッで、うわこれゴキブリやなと思って、うん、どうしようと思って、うん、殺虫剤をガーって入れたら、うんうん、ブワーって出てきてんよ、ゴキブリが、うんうん、で、わーっと出てってよ、ちっちゃいやつな、うん、あ、ちっちゃいやつね、うん、はいはい、まあ、USB の中、USB 挿すとこだったら、あ、そっかそっか、はい、ほんで、またバーっとやっててほんで、またシュッって出てくるね、何匹おんねん、これめっちゃおるかもなと思って、うんうん、ちょっと中見よう思って、うん、パソコンのさ、あーキーボード、その外側、うん、キーボードのつなぎ目みたいなとこ、うん、まあ古いパソコンやったから、はいはいはい、それをちょっとだけ、マイナスドライバーでガッて開けて、はいはい、ガッて開いてよ、うん、そのキーボードの下のところ、わかる、うん、まあ、わかりますよ、ノートパソコンやって、うんうんうん、ノートパソコンやって、はい、あ、ノートパソコンの USB が出来たん、うん、ノートパソコンの USB、ほん、ノートパソコンこう開くやんか、はい、でこっち画面でこっちキーボードの、でこっち下の方ですよね、下の薄いやん、でもね、そうそう、つなぎ目のところをグラッて開けてんや、
もうな、引いたで俺は。マジで。あのエイリアン見たことある？あるあるあるよ、あるよ。エイリアンのさ、2やね。じゃあ2かな。卵をブワーってやるとこあるやん。 あれでしょ、あの火炎放射器でブワーやるとこでしょ。 リプリーやった。リプリーが、シガニーウェーバーが、はいはい、あれグワー卵あった。マジで。あ、そう。卵プラス、うん、ゴキブリがブワーってブワー思って俺。いやでもそれ聞いたら、うん、あのやっぱりこっからこれは普通にあるね、うん、いや僕も正直自分で見て未だに半信半疑ではあったんやけど、うん、ノーパスもそこにそんだけおったら、うん、それはこれぐらいおるわね。一瞬の分からんかってガッて開けた時に、うん、こう空間が開くわけやんか、うんうん、だけどこう分かる？なんかがこうブワーッと繋がってる場面があってその間をブワーッて動いてんのよ。これ何やろうと思ったら、目凝らしたらもう白い卵ブー。でもそっからもう俺リプリー田中殺虫剤で殺虫剤でグッてこの、あ、一回戻して、ストローだけをガッて入れて、うんうん、ブワーッもうリプリーがクッやってんでしたよね。そしたらあのエイリアンの女王みたいなやつがキャーッと怒り出してブワー出てきたもん。うわー、もうやめて、もう最悪やん。ブワーッ出てきて、うわ最悪やね、うん、全員始末したけどね。ああそう、やっぱそういうことあるんやね。でまたパソコン使ってたけど、ね、使ってたんや。すごい。でも卵おるやん。でもそれ、うん、関係ないんや。もうそれはええんや、孵化させようって。あ、孵化させようと思って。怖、気持ち悪い。あ、そうですか。結構今日ちょっと気持ち悪い話ですねこれね。いやでも多分そっちやろね。まあもう ほぼほぼね。でもな、うん、考えたらやで、うん、そっちじゃなかった手もバリやばい。そうやね、そっちじゃなくても怖いね。だから階段でもめっちゃ怖いし、うん、どっちでも怖いっていうね、まあ、そういうことありましたけどね。不思議やね。不思議な話でしょ、うん、はい。まあ多分でもね、長く送迎さんやってる人やったら何かしらそういう話きっとみんなあると思いますよ、うん、あっ、うわっ、うっ、あれ田中さん、あれあれどうしたん田中さん、あれ、うん、 T シャツは笑顔やけどね。違う、あれこれ、あ、ちょっとこれやばいかもしれないな。ちょっと田中さん、え、ちょっと人工呼吸、いや、こう、ちょっと田中さん、お、田中さん、不思議、大百科。いやもう何やろな、長いや、長い、長かったね。ちょっと僕ミスった。あの、うん、何やろ、何してほしいんかがちょっと分からへんかったけど、多分生き返らせてほしいんかなと思った時に、うん、あの人工呼吸が先に来てもらって、人工呼吸じゃない、今ほんまにやったらあかんしな。ご時世やから、ご時世やからね、うん、そうそう。だからなんか分からんけど、それがパッと思いついて、うん、え、それすんの、え、それ求めてんのと思って、ちょっとびっくり。こっちね、こっちね、うん、ああよかったよかった、はい。じゃあということで、じゃあ僕階段しましょうか。久しぶりに、ちょっとね、ゲタソンの階段聞きたいですよね、久々に、うん、分かりました。じゃああのこれもあのね、実体験なんで、うん、不思議系、不思議系です、不思議系、不思議です、うん、完全に、うん、あの僕ね、うん、釣りするんですよ。釣りね、はい、結構普通にするタイプ、まあ、うん、趣味っていうほどじゃないけれども、うん、まあでもたまに行くみたいな、うん、で今やったらこの撮影してるのに、まあ、9月、まあ、まあ中頃ぐらいですよね、うん、そしたら、あ、そろそろアジとかイワシとかみたいな。いや、ほんまに釣って家で食べる。あ、そうで淡路島やったら、まあ、うん、じゃあイワシとかアジ釣れたらそれつけてまた泳がせで、じゃあハマチとかみたいな、やっぱこう頭で考えるぐらいの感じなんですけれども、で淡路島に、まあ、住み出してですね、うん、1年目か2年目ぐらいですかね、うん、あのタチウオを釣りに行こうと思って、うん、タチウオってあのすごい銀色のね、綺麗なこの細長い魚なんですよ、はいはいはい、でタチウオって結構夜釣りするタイプなんですよ。あ、夜釣れるんや。そう、夜釣れるんですよね、うん、確かに僕もね、釣りに行ったことあるわ、タチウオ。あ、本当ですか、うん、夜釣りで、うん、あ、本当ですか。でその淡路島の、まあここがなんか釣れるらしいみたいな、あの地元の方が教えてもらって、うん、ポイントが、そう、でそれがですね、淡路島ってちょっとこの縦長い、まあ、島なんですよね、はいはいはい、まあ、こんな感じのちょっと島なんですけども、うん、まあ僕はこっち側の海岸のところに住んでるんですよ、うん、で聞いたポイントはこのこっち側、反対側の海岸だから、下田さんは
言うたら東側やね。そう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 、うん、みたいな感じなんですよ。逆の西側なんやポイントみたいな感じは。そうそうそう、でこれ行こうと思ったら島をこう行ったりとかこう行ったりこうせなあかんわけですよ。それめんどくさいじゃないですか。でもあのいろんなまあ実は道があって、うん、ここをね横断できるルートがあるんですよ。直線で直線で、はいはい、そこはねあのまあちゃんとアスファルトなんですけど、うん、まあ要はその山道なんですよ、うん、山道で街灯も全然ないところ、うん、でなんですけどさすがにこう大回りしていくのもなと思ってその時バイクでね、うん、で釣り竿とでクーラーと積んで、うん、でバイクでバーって行ってるんですよ、うん、大きいバイクあったん で、うん、でそれでショートカットしようと思って、そうショートカットしようと思って、うん、まあ別に普通の道っちゃ普通の道なんですよ、うん、なんですけどまあ夜怖いしな思ってたけどまあ行ったんですよ、うん、でその日があのこれ多分田中さんはねもちろん分かると思うんですけど、うん、田舎であのね全然月が出てない日、あれ月結構明るいからね。そうそう月ってめっちゃ明るいんですよね、うん、でもね出てなかったら本当に何も見えないでしょ、うん、見えへん見えへん全く見えへん、もう人間では全然もうただの真っ暗なんですよ、うん、あの空と山の境目が分かんないんですよ、暗すぎて。それは危ないわ。そう本当に暗い日ってなんかあるじゃないですか、うん、でそういう日やったんですよ、うんうん、でそのまあバイクでね山道行ったら、うん、もう本当にそのバイクの照らしてるライトの丸いのだけは見えるんやけど、うん、そこ以外は全部真っ黒みたいなそんな状態やったんですよね、うん、でこれ結構暗いなと、うん、ああそうか今日月出てないからかとか思いながら、まあ、ちょっとゆっくりめにやけど、まあ、普通にバイクでバーっと行ってたんですよね、うん、バーっと行ってバーっと行ってって言ったらなんかね霧っぽい感じになったんですよ、ちょっとうっすら、うん、でええー、と思って夜の山道の月出てない日にバイクで霧と、うんまあ、最悪やなと。いや危ないよ。そうこれちょっと怖いなと思ってでうんその次がこう左に曲がるカーブやったんです。結構大きめにこうグーンと左に曲がるカーブがあって、はいはい、でそれでまあ曲がろうかなと思ってたら、うん、あのねもう本当にこの手のひら、まあ、こう手広げてこれぐらいの大きさ の、はいはい、あの煙の塊、本当にあの本当にそこに雲があるみたいな感じ、うんうん、本当にのが道路の不思議やな、うん、真ん中にあったんですよ。なんか妖怪っぽいな。そうそうそう。でほんまに、うん、でそのライトで照らされて、うん、もうめっちゃ白いその煙が出てきて、うん、でねえと思ってなんかとっさにそれ僕避けたんですよ。で避けるのがその左にカーブ してる時やったから、うん、もっとこう左にガッとこう行って、うんうん、でこう、まあ、要は左にコースを取ってこうガッて下げようとして行ったんですけど、うんまあ、体半分ぐらいバーって煙当たったんですよ、うん、当たってうわーこれ何と思った瞬間に、うんめちゃくちゃ線香の匂いしたんですよ。そんな山中で。まあ淡路島確かにその線香結構産地で、あそうなんもうシェアすごい多いんですけど、ただその煙はちょっと意味わかんないですよ。うん、塊よ。そう塊。でそれ体半分当たった瞬間にもうものすごい線香の匂いして、うん、でうわこれ何と思った瞬間にその道路の右側に、うん、おじいちゃん立ってたんですよ。見た。見た。もうこれはもう完全に見た。でそんな真っ暗な山中にで、まあ、要はそれ、うん、まあ大丈夫やと思うんやけどその煙もしなかって普通に行ってたらおじいちゃんちょっと僕もしかしたら引いてるかな当たってるかもしれない、まあ多分大丈夫やと思うんやけど、うん、だからある意味その左に動いてよかったんですよ、うん、でうわーっとうわ怖っ何これと、うんまあ、でそれで結局ねもう釣りせずに帰ったんですよ僕。うん、それであの横断だけして、まあ、テンション下がってそうでもう外回りでこうやって、はいはい、もう海沿いで、ちゃんとした道でもう結局帰ったんですけど、うん、その気になって線香の匂いが、うん、でなんかよくその階段とかで線香の匂いがするとかよく言うじゃないですか。あるある、よくあるじゃないですか、うん、であれ結局どういう意味なんかなと思って、うん、でまあとりあえずインターネットで調べてみようと思ってインターネットで調べたら、うん、結構な確率でご先祖様って出るんですよ。あ、そうなんや。そう、結構な確率で、はいはいはい、でそのご先祖様がこういてくれてるみたいな、守ってくれてるみたい なんか意味、うん、ポジティブな、そうポジティブなんですよ、うん、あそうなんと思って、うん、だから結構なんか嫌な感じやったけどな、うん、だってでも大体探してどこ探してもご先祖様ご先祖様ってなるんですけど、うん、一個だけ、うん、うん、っていうのがあって、それはご先祖様だっていう一応まあそういう話なんですけど、うん、あの守ってくれてるんじゃなくて、うん、警告っていうのがあったんですよ。あ、ご先祖様からの。そう、あ警告と。確かになんかどっちか言ったら僕そっちかなと思ったんですよね。もしそういうことなんであれば雰囲気的に、雰囲気的に、うん、ね。でも何の警告っ
と思ったんですけど、うん、まあ、思いつくのはそのおじいちゃんなんですよね。まあ、要はそのおじいちゃん当たりそうになってしまってるのをこう警告としてこう教えてくれたみたいな、うん、ある意味ですよ。でそれでこう僕がこう避けることができたみたいな、まあ、そんな感じなんかなとか、うん、この当時のそのまあ一瞬ですけどね見たのは、まあ、それをこう思い返して、うん、いやこれおかしいやんってことに気づいたのが、うん、おじいちゃん懐中電灯も何も持ってなかったんですよ。それはちょっとありえ、ね、信じられへんでしょ、うん、山道の月出てないとこに懐中電灯も何も持ってない、うん、あのステテコパンツとランニングシャツみたいな、はいはいはい、まあ、いわゆるおじいちゃんって感じのやつでもね、その服装もおかしいんですよ。あのタチウオって秋冬なんですけど、うよう考えたら夏の、そうなんですよ、うん、それはちょっといろいろおかしいでしょ、うん、でもね僕ね、まあ、本当一瞬ですけど、うん、そのライトがおじいちゃんにやっぱ当たるじゃないですか。その時に目の輝きが見えたんですよね。その目が反射するというか目の輝きが見えたから水晶、そう、僕的にはそのお化けとか幽霊っていうイメージは全くないですよ。本当にいたんですよ、うん、でも確かに明かり持ってないし服装もどう考えたってそれ夏の服装やしなって思い返すと、うんうん、まあ、それが警告っていうことなのかな。いやおかしい、ちょっと変な話です、うん、これでもだから分かんないです。でもいや不思議やね、はい、全く分かんないです、うん、なんでそんなことが起こったのか分かりませんけども、その道はもう僕は全く今通ってないです。怖いから警告、まあ注意じゃないですか、うん、もしかしたらタチウオ釣りに行ってたら、うん、なんかえらいことにあってたかもしれないですよ。だから帰って正解なのかもしれない。ああそっち、もしかしたらあほんまに危ないぞっていう、そういうことなんかな。うん、まあ、だからこれちょっとすいません、あのこう実話とこないのあるんですよ。まあね、まあ、ある意味ね、まあまあ実話の中でもいい感じのやつあるんですけど、うん、まあほんまにもうあったことを言っただけなんですけどね、うんうん、まあ、こういうことがありました。いいっすよ、怖いっすね、はいはい、不思議な、不思議ですよね、うんうん、まあ、またそこで何かあるとかね、もし分かれば、うん、ちょっと追加でね、うん、また話したいなと思うけど、なかなかね、うん、難しいです。ここで何かありましたかとか言って、はいはい、住民の人に聞くの結構やっぱ難しいんでね。不思議大百科、不思議大百科。じゃあだからちょっと待って、ええな、それええねんけど、あんまり画面映ってないのよ、今のやつ。これちょっと見せてあげて、これね。あ、映ってなかった。な、映ってなかった。これ、バリンビンですよね。バリンビン。はいはい。これ、だから。ベトナムやったっけ？どこやったかな？まあ、東南アジア系、これ竹なんですけどね、うん。これね、音違うじゃないですか。うん、これ、例えば足こうやって。おぉ。みたいな音ができる。おぉ、すごいな。ないわ。いやまあ、いやまあ、まあええわ、こっちの。だから2回言ってるし大百科言うてるし、全然僕言えるとこないじゃないですか。もうちょっと画角を下げといてくれな。画角をさ、これ見えへんかったからね、うん、いやそれは本当申し訳なかったですけども、ほんまに、はい、今日も階段行きましょうか、うん、何絵の具かぶった何がよ、絵の具、あ、これこのシャツ、いやこれいいでしょ、これ絵の具かぶったこう言ったってこと、うん、いやいや、まあ、そうこれね、またもう一回行こうかなと思ってるんですけど、うん、ちょっと下の方がまだ濡れてないんで、階段ですよ、田中さん。あ、今日階段、はい、なんかね階段を喋りたい気分、気分、気分って言うけど気分なんかね階段を喋りたい気分になりました。ああ、いや、はい、聞かせてほしいわ、はい、これですね、うん、まあ、よく近しいものが、うん、まあ、いわゆるその霊感が強いとか、うん、見えるっていう人、うん、まあ、近しい中にいたら、うん、その、まあ、その見えるっていう人の近くにいる人の影響を受けて見えてしまうっていう、なんか怪談話で結構そういうのあるじゃないですか。あるあるある、うん、霊感強い人とね、そうなんですよ、だから霊感がっていう話、うん、あるで、それは実際あるで、で、うん、その話なんですけれども、うん、結構うわって思ったやつがあったんで、ちょっと紹介したいんですけれども、これはですね、まあカップルでね、うん、はい、まあ若い男女のカップルなんですが、はいはい、で、彼女が、うん、まあ結構見えるというタイプの方なんですよね、うん、でも彼氏の方、彼氏はねバンドマンで、確かドラマーって言ってました、ドラム叩く人の彼氏がいるんですけど、うん、はいはい、その彼氏はもう全然わからない、
まあ、でもなんか彼女はそう言ってるから、うん、あまあそうなんかなっていう感じで別にこう強く否定するわけでもなく、うん、みたいな感じでずっと付き合ってたんですって。でその状態でずっといると、うん、あの見えてきたんすよねっていうことを言い出したんですよ、そのドラムの男の子が、うん、彼氏が、そう彼氏が言い出してきて、はい、でその中で自分が一番、うん、衝撃的だったというか、うん、本当に一番怖かった、でその人が言うやつっていうのが、うん、ある日バンドのライブとかしてね、うん、終わってで一人暮らしで、まあ、賃貸で家借りてるんですよ、狭い家をね、はいはい、そこに帰りました、ガチャン上げて帰りました、うん、この、まあ、いわゆるこういう部屋の真ん中に、うん、生首が浮いてんすって、ここにほう、それはもう見えてもってるの、もう完璧に見えてるんですって、うん、もうその頃にはね、うん、で、と浮いてるなと、うん、でその瞬間に気づかれてはいけないと思ったんですって、なんかわかんないですけど、うんうんうん、この生首には気づかれたらいけない、こっちが見えてるってことをね、そう向こうにバレたら向こうがなんかいろいろやってくる、なんかその直感で思ったんですって、うんうんうん、その時にで無視したんですよ、うん、で無視しながら普通にずっと生活をしていってで、はい、何日も経っていって、はいはい、その間にその生首がおいなあなあってこうちょくちょく話しかけてくるんですよ、嫌やな、嫌でしょ、で、まあ、それでもずっと無視したんですよ、うん、ずっとで、うん、いるで話しかけてくるでも無視する、うん、っていうんでずっとやってたんですけれども、うん、ある日ですねそのまあそれがバイトだったのかもしくはバンドのことだったのか分かんないですけど、うん、なんかすごいむしゃくしゃしてた日があった、はい、そうで、うん、でその日はもう腹立つって言って家に帰ってきて、うん、でドアもうガチャガチャとこう荒くバーンと開けてもうバチーンって閉めてはあもう腹立つとで部屋に入りました、またいるんですよその生首がね、うん、もう腹立つわでも無視してでもあの携帯電話とかもこうバーン投げて、うん、ごっつ腹立ったんですね、はい、バーン投げてドシーンと座ってあーもういらないですと思ってたらその生首がおいおい見えてるやろおいって言うてくるんですね、また、うん、それでプッツン来たらしくてうっさいんじゃボケーって言ったんですね、あその日初めて生首に初めてうっさいんじゃー言うて、うん、でも言った瞬間にあーって思うんですよ、その今まで結構長い間無視してたのに、うん、言ってしまったと、うん、うわこれバレたってなるんですけれども、うん、こっからがちょっと面白くて、うん、まあ、そのドラムの、まあ、彼氏の男の子曰くですよ、うん、その後その生首と仲良くなったっていうんですよ、それがなんかちょっとほのぼのしてるというか、はいはい、例えば家帰るじゃないですか、うん、そしたらお帰りと、うん、あただいまとかいいやつやん、うん、で、まあ、携帯例えば家で触るじゃないですか、そしたら、うん、今何してんのって、うん、携帯触ってるとか喋ってくれ、そうで今日どうやった、うん、あまあ普通やなとか、うん、そういう短いんですけれども会話をするようになったっていうんですよ、はいはい、これすごい珍しいっていうかあんま聞いたことないじゃないですかそういうのって、うん、でなんかへえそれ面白いなっていうふうに思って聞いてたんですけれどもある日、うんゾッとするんですよその男の子、え仲良かったのに、そうでそれが何かって言ったら、うん、生首がなあ質問あるんやけど、うん、聞くんして、うん、でこのパターンって初めてやったんですって、ああそうなんです、うん、その質問してくるっていうのが初めてやって、うん、でって思ったんですよ、うん、今までそんな感じじゃなかったのになちょっとなんかこうか軽めに質問はあるけどしこうそうそうそういうがっつり、うん、がっつりのはなくて、うん、でもうその時にはちょっと仲良くなってるというか、うん、親近感湧いてるから「え何?」って聞いたら、うん「そろそろ体くれや」って言ったっていう、怖っ、うん、そうやだからずっと狙ってたんですよ、それでもうめっちゃ怖なって急いで実家に、まあ、逃げ帰って、あ、はいはい、で何かその分かんないですけど何かそのお祓いしてもらって、うん、とかで何かいなくなったって何か言ってましたけれども、へえ、だからその霊が人を欺こうとしてるんですよこれ、うん、それがそれちょっと怖いなと思って、悪霊やね、うん、なんか幽霊って僕もっとまっすぐ何、うん、かもう恨めしやで来ると思ってたら、甘いね、
意外とそうじゃなかったんやねってことが、うん、まあその初めてその時にね、なんかこう学んだというか、うん、この話を聞いて、ああ結構それ怖いなって思った、はい、そういったお話ですね。お、はい、どうですか。いやゾッとした。怖い、怖いでしょこれ、うん、ほんまに怖いでしょ。なんかちょっとこう和む話か、和む階段かな思って。いやそうそうそう、泣ける階段かな思った、うん、全然ちゃうよ。不思議。というか、いや、まあ、やるんやったらこっちが不思議やんね。どっちかやったらね、僕から言ってもうたらね、汚っ。いやそんな汚ないやろ。そんな汚ないやろ。てかめっちゃ痛いなこれ。田中さん前やったけど、あの時なんか何回かこう服にやって、あの柔らかく、今直で痛かった。今めっちゃ痛いわ。あのめっちゃ痛かった。不思議大百科の YouTube をやめさそうというあの敵が、敵が仮想の敵がね。仮想の敵がね。仮想じゃない、ほんまの敵が、ね。本当の敵がいるんや。うん、はい、今日は二人を。はい、あ二人をね、はい。チャーミーまで巻き込む、ね。チャーミーも巻き込む。これはちょっと悪質ですよね。ほんま子供まで巻き込まんといてほしい、ほんまに。いやもう子供や言うてるやん。もうそこまでそこまでもう絆が深いの。ほんま許されんあいつらだけは。いやとしたらもうめっちゃ呪いにかかってるよ本当に。あいつらだけは許されんマジで。もう来年おらへんのじゃ田中さん多分。あいつらだけやな、許さんよ。でも田中さんいなくても僕一人でできるんで大丈夫。あいつら許さん。俺はあいつだって誰や、何が見えてんねん一体。怖いわ。今日はどうしますか。いや今日もちょっと不思議な話を聞きたいね。あ不思議な話、うん、じゃ階段しましょうか。あえで階段できないいや階段できないってないまあできるんですか。できますできますできます、はい、ちょっと、まあ、ったまにはね不思議大学階段やらないと、はい、まあそう、まあと言いつつ、うん、結構やってるっちゃやってるけどね。そう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 、まあ、でもあの不思議大百科っぽい不思議なやつやりましょう、うん、あいいっすね。あのこれね僕もすごい好きな話なんですけど、ああチャーミーが拍手してるよかった。あの出雲大社ってあるじゃないですか。出雲大社ですか。あそうそうそう、島根県の。そうですそうです。あはいはい。で、あそうそう、あれね僕もね出雲大、まあ別にいいと思うんですけど、うん、出雲大社って言うんですけど、あれね、うん、正式名称出雲大社なんですよ。あそうなの。実は、ま、間違ってるやん。まあまあでもそれをなんか神主さんが間違ってるとか怒らへんと思うんですけど、うん、一応柳田国男みたいなもんやそうなんですよ、ね、柳田だやけど柳田みたいな感じで、ね、柳田国男さんは柳田国男でいいって言ってる、うん、そう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 いう感じで、まあ、その出雲大社っていうあの、まあ、でも本に書くときは柳田って書いてって言ってる。もうええねん、もうええねん、柳田国男の話はもうええ。あのあれでしょ、めっちゃでかいしめ縄。そう、あのしめ縄すごい特徴的じゃないですか。で、あのなんかこの話をしてくれた人が、子供の頃小学校の、まあ、低学年高学年中間ぐらいかな、まあ、3、4年生ぐらいの時に、うん、家族旅行でその行ったんですって、うん、であの近くに、うん、ほら石見銀山あるでしょ。あるある、だから僕が前話した、そうあるでしょ、あるある。でその石見銀山もなんか家族旅行で行ったんですって。あ面白いですからね。そうで、なんか洞窟みたいなの入ってみたいな、うん、でまあ小学生なんですけどこう、うん、もう男の子で、うん、なんかこう張り切ってガン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 行くんですよ、うん、でそしたら大人よりこう元気っていうか、うん、そうだね、そうゴン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 こう進んでいって、うん、でそれで「いやもうなんかもう元気やね」みたいな「うん、強いね」って「お父さん語れへんわ、もう大人やね」とか言ってこう褒められたらしいんです、うん、その時にね。でその後その出雲大社に行って、うん、でその時にですね、そのさっき言ったしめ縄あるじゃないですか、はい、大きいやつね。でブワーッと大きいのあってんでこう下になってここで切れてる、うん、あのしめ縄、あれ切れてるとこ見たことあります。いやちゃんと見たことないですね。僕も行ったけど1回ぐらいだからな。あ、ね、あそこまあそのお賽銭するとこあるじゃないですか。行ったけど俺参ってないわ多分。あ参ってないの、うん、そうなの。そうそう、あそう、心霊ロケで行って。あそっかそっか、その時間もね仕事で行ってるから、うん、そうそう、なかった。あでそのねしめ縄の、まあ、切り口ですよね、うん、見たらちょ今どうか分かんないですけど僕もね、うん、10年ぐらい前に行った時はあの確かにしめ縄のところにねあの小銭がめっちゃ挟まってるんですよ。どうやって挟むあの投げんの、投げていけんのそれで。そうでめっちゃ挟まってるんですよ、無数に小銭が挟まってて。でこれねあの、うん、ダメなんですよ。しちゃらしちゃら言うてるこれねしちゃらダメなんですよ本当に。しちゃら言うてるやん、本当にダメで、誰こんなことしちゃのってしちゃの言うてるやんただやっぱそのなんか誰かがまあ最初にしちゃんでしょうね。まだしちゃん言うてるやん、言って言ってるやん。でそしたらそのみんなしてるもんやから聞いてるやん。しちゃんあのなんかやっぱこう
知らない人がやっちゃうんですよ、うんうん、それでバーってやっちゃうわ普通に、うん、でそのいっぱい今溜まってる状態なんですけれども、うん、その時その子供ね、あの話してくれた小学生の男の子、その先こう、そうそう、勢いよく歩いてた、そういった、でその子もそれを見て、うん、あーっと子供からしたら、うん、お賽銭箱に入れるよりもこう投げて入るっていうのが面白いってやっぱ感じるんでしょうね、はいはいはい、で何も知らないし、うん、でそれであのだから自分の100円玉、はいはい、ちょっと100円もと思うんですけど、うん、それをこうなんかちょっと気合入ってるね、気合だ、さっきその石見銀山でなんか大人になったねとか言われてなんかこう嬉しくて、うん、でそれで100円玉を入れようと思ってこう何回も投げるんです、うんうん、でなかなかやっぱこう入るの難しくて何回も落ちて、ね、結構勢い、そうそう、そでしかもこう縦にこうシュッていかないと無理で、うん、でそれ何回もわーってやって何か落としてやってってやったら、うん、シュッて入ったんですよ、入ったの、シュッて入ったんですよね、うん、で入ったと思ったらその近くからお母さんが来て、うん、あんた何してんのって、でそれダメよそういうことしたらってちゃんとお賽銭箱に入れないって、なんかお母さんは知ってたんでしょうね、うんうん、それやったらダメっていうので、それ怒られて、でなんかシュンってなって、はい、ってなるんですけど、その時にチャリーンって音がするんですよ、うん、でえっと思って、その自分が投げたの落ちちゃったんかなって見たら、うん、50円玉なんですよ、ほうで自分のじゃないよね、そう100円投げてるから、そうだからその投げた衝撃かなんか分かんないですけど50円玉が落ちてきたんですよ、あでそれをなんかその子はねお釣りやと思ったんですよ、あだから100円投げたら50円押してきたから、うん、あ50円でもお釣り来たみたいな、うん、神様がくれたと、そうそうそうと思って、その50円玉を、うん、ちょっとお父さんお母さん内緒でもうポケットにしまって、うん、でまあ帰ったわけですよ、はいはい、で、これ夏休み中の出来事なんですけど、その夏休みのまあ最後の週ですよね、うん、家にいたんですけども、あのおばあちゃんが遊びに来たんですよ、はい、でその時に実はその子供ねちょっと異変がありましてですね、その子、うん、何か言うたらおでこがなんかねプーって腫れてるんですよ、おでこがプーって腫れてて、で触ると痛いんです、なんか本当に内身みたいな、はいはい、で感じでもうポッコーって腫れてるんですよね、でそのお母さんも実は心配してて、あんたどうしたの、うん、いや分かれへんね、病院行くみたいな感じでちょっと思ってたらしいんですけど、産後じゃないしみたいな、そうで、それでおばあちゃん来た時に、うん、じゃあおばあちゃんが一緒に寝てあげようって言って、うん、なんかあのまあやっぱその子も心配というかなんか不安やったからっていうので、うん、でおばあちゃんと一緒に寝たんですよ、うん、でこっからはおばあちゃん視点になるんですけども、うん、夜中、うん、急にその男の子が起き上がるんですって、うん、バッて起き上がって、うん、で部屋の中をトットットと歩くんですって、うん、歩いてどうするのかなと思ったら、その勉強机ってあるじゃないですか、はいはい、勉強机、はいはい、あそこの前に、そう、そこの前に立って、うん、勉強机にずっとガンガンって、ずっと頭打ちつけてるんですよ、怖いな、でそれでおばあちゃんがええー、と思って、その子バーってえっ、ー、何してんの何してんのって言って、なんかもう無遊病みたいな感じになってて、はいはい、何してんのってこう引き離して、うん、ほんでそのお布団に寝かせて、で体さすってもうってやったら、まあ、そこから収まって、で、その次の日の朝、うん、でやっぱりこうタンコブみたいにこう腫れてるんですよね、それのタンコブやったんや、そうなんですよ、それやったんですよ、うん、でえっ、ー、と原因は分かったけど気持ち悪い、そうでその男の子も教えられるんですよね、いやあの夜中にその机にガンガンやってたって、うん、でその男の子がそれ聞いてはって気づくんですよ、うんうん、実はその出雲大社に行って、うん、取ってきた50円玉ね、うん、それをあの勉強机の引き出しなんか鍵かかるやつあるじゃないですか、はいはいはい、でその鍵かかるところにその50円玉入れて実は隠してしまってたんです、あ大事にしてたんや、使わずに、そうでなんかやっぱそれ罪悪感があったんですって、うん、なんかその何でしょう、お釣りやと思ってるけど、うん、でもお父さんお母さんに内緒で持って行ってるとか、うん、罪悪感があって、神社のお金やからね、そうそうそう、でそれでそれのことをおばあちゃんに打ち上げるんですよ、うん、あのこういうことして、そういや実はみたいな、50円玉あってって言ったらそのおばあちゃんがそれはダメよと、うん、そのまあ、いわゆるそのお賽銭したものを取ってるっていうのはすごく罰当たりなことやから、うん、それお釣りじゃないよって言って、うん、だからこれをもうあの神社に返しましょうって言って、うん、まあ、その出雲大社まではもう行かれへんけれど もう他の近くの神社、うん、じゃあおばあちゃんと一緒に行こうって言って、はい、でそのお賽銭でまた返すんですよ、うん、で、まあ、それで、ある意味そこから怪奇現象はもうないんですけれども、うん、その帰り道にすごい不思議なことがあって、うん、でこれがねまたすごいんですけど、まあ、今まででも不思議やけどね、やけどさらに不思議で、うん、あの探偵ナイトスクープってあるじゃないですか、あの、はい、もう超
超人気番組、今は松本人志さんが、人志さんが局長されてらっしゃる、あの探偵ナイトの鏡に塀をこきまくる下駄って、ほんまに探偵ナイトスクープで怒って怒って謝って、だけの秘密の塀、いやもうほんま謝って、窓が広さんのね、そうであれで、あの探偵ナイトスクープって、まあそういえば長いから、その伝説の回みたいにいっぱいあるじゃないですか、伝説の回みたいなのがね、あるんですよ。オカルト的やった、あの紐をずっと結んでるやつとかね。ああ、そう北野誠さんが探偵で言ってた、そういろんなとこ、なんか謎の紐が結ばれてるとか、なんかいろんなそういう伝説の回が、ゾンビが攻めてくるやつとか、ね、そうでその中に、はい、あのうちの、まあ、子供がね、うん、四つ葉のクローバーをめちゃくちゃ探し当てるっていう回があって、あったかな、うん、それ僕見たことあるんですけど、うん、あの最初すげえってなるんですけど、うん、途中から怖なるんですよ。ああマジで大人が何人かでガーって探すんですけど、うん、その子だけがあったよあったよってすぐ見つけるんです、でちょっと怖なるっていう回があるんですけど、うん、それと同じことが起こるんですよ。おばあちゃんと、ね、うん、その神社行ってご神殿を返して、帰り道にいわゆるその白爪草ですかあれは、うん、でそこのがあって、うん、でなんとなくその四つ葉のクローバーって言って、そしたらパッて見つけるんですよ男の子が、うん、でおばあちゃんが「すごいね」って言って、うん、で すごいね言われたら嬉しいから、また探すんですよ、すぐ。でそしたらすぐにまた見つけて「あまたあった」って言って、うん、で「おばあちゃんも探そうかな」って言ってね、うん、そのなんかしおりにしたいとかあるじゃないですか、うんうん、でそんなの探そうかなっておばあちゃん探すんですよ、全然見つからないですけど、その間にもう「あったあったあった」で、うん、もうびっくりするぐらいその四つ葉のクローバーをものすごいこう探し当てるっていう、その無数のところからっていう、なんかあんのかな、子供ってそういう能力と思うんですけど、まあでもその五次元返したことによってみたいな感覚もありますよ、ね、なんかそうで、その後あのやっぱりそういうことなかったらしいですよ、うん、その日どんだけ探してもその日だけ、小さな奇跡やね、キス、うん、そういうことな、キスって言ってる、そうキスって言ってる、小さな奇跡、ね、奇跡が、うん、そう起こっちゃっていう話です、起こっちゃでも結構不思議でしょこれ、いや不思議な話だね、確かに、ね、だからちょっと今どうなんか分かんないですけど、うん、本当出雲大社のあのあれね、あの締め縄の切り口のところ、僕が見た時はめっちゃ本当にあの小銭入ってて、でも本当あれダメなんですよ。だから下駄さんの何棒みたいな、デレギターの仮想棒で使うやつ、デレキ、はい、デレキ持っていて、はい、全部お金落として、うん、あの持って帰ってきてください。なんでやねん、もう机にガンガンやるやんか、それやったらでもその後全部返してめちゃくちゃ四つ葉のクローバー探し当てるからなんでやねん、はい、っていう話です。いいじゃないですか、ありがとう。チャーミーも喜んでくれてますかね。喜んでましたね。喜んでました。あ、よかった、うん、声が聞こえました。声が聞こえた、はい、なんて言ってました。面白いねって言ってた普通やん、まあ、下駄にしたらいいんじゃないめっちゃ下に見られてるうわ腹立つけど可愛い、はい、ということで不思議ん、何してんの。あ、ちょっと今チャーミーが、はい、この呪君族の呪物で呪物と呪物を合わせてんの、そんなことあんの呪物ミックス、これちょっと宇宙と交信してるから、はい、ちょっと静かにして。え、あ、はい、うん、ちょっと今宇宙と交信してるから、うん、いやいや、もう不思議あ、よし、今チャーミーちょっと宇宙と交信してるから。ああ、すいません、なんか、はい、いや、あの、いや不思議。ああ、いやいや、もう、大百科。いや、うわ、めっちゃ適当やん、宇宙からの交信めっちゃ適当やん。あ、チャーミー笑ってるね、なんか今日は。ああ、うん、そう、いけたんかな行けたっぽいな。行けたってどういうこと？行けたんかなって 、うん、何がちょっと分からへんけど。チャーミー久しぶりですね。そうですね、ちょっと、うん、あの有給いただいてたんで。あ、そう、まあそれはやっぱ働きすぎたらちょっと大変ですからね。そうです、ちょっと、うん、あのワクチン打ってたんで。あ、ワクチン打ってた、うん、副反応とかあんの？副反応ってちょっと2回目打ってきた。ちょっと腕上がれへんみたいなやつ。そう。あ、そうやった、うん、あ、まあまあ、でもまあワクチン打ってた、まあ、大事を取ってね、一応休ませておこう。いや、それはね、やっぱりね、うん、はい、ということで、あのね、田中さん、はいはい、今日はなんと
こちら、あのこちら、これ田中さんも もちろんご存知ですよね、うん、これね、これ、ああ、これはい、こちらこれ、はいはい、ああ見せ立て見せ立て、みんな全然ボケたまんまやで、ぜ、こうこうやっても全然飽きないけど、これね、はい、はいはい、こちら最後の火を灯すもの、はいはい、下駄くんの漫画なんですけども、はい、仮想場で働く僕の兵、何やねん、僕の兵ってね、兵が働いてんの。まあ、ね、違いましたっけ、違う、僕の日常ですよ。あ、兵の日常、兵の日常じゃない、兵の日常は、うん、そんな、なんかそこら辺であるわ。あ、みんなそこら辺であるのよ、そういうことじゃないのよ。兵で働く、兵で働く、兵が働いてんの、兵が、え、いやいやいや、分かんない、全然分かんない、活字読まれへんの、活字読まれへんの、すっごいパ、あの混乱してんの頭が。なんで、なんでそんな難しいないけど、漢字が多すぎて。いやでもね、これね、うん、僕もちょっとまだにわかに信じがたいんですけども、うん、なんと、うん、売り切れになって、うん、今増刷してるんですって、え、2週、しかも2週間で、早っ、早いでしょ。だから今あのアマゾンで、うん、まあちょっと売り切れ中なんですけど、もう初版がないんですって、すでに。ちょっとびっくりなんですけど、え、あ、え、なんて、いや、嘘ついてんじゃん。なんでやねん、嘘やろ、チャーミー疑ってんの、チャーミーかな、チャーミーが疑ってんの、俺言ってないで、いや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 、おそらくあなたでしょ。ああ、なるほどね、ちょっと本当に、うん、チャーミーは多分言ってないと思いますけども、ということでね、なんかね、結構本当に好評らしいんですよ。あ、ほんの、思いのほか、僕もまだにわかに信じがたいんですけど、うん、はい、これちょっと、うん、チャーミー、あ、チャーミー読んでる、あ、読んでる、チャーミー読んでる、呪物が仮想場の本読んでる、うん、でもどう、それじゃあどこが面白いのこれ、多分皆さんまだ知らん人おるから、あ、まあそうですよね、うん、まあ、だから仮想場で、まあ、起こった出来事とか、うん、まあ、これでもね、これ読んだら、うん、仮想場のこと分かりますからね、あ、どういう仕事してるんかとか、普通に分かるんですけど、まあ、ただその中でもね、ちらほらですよ、ちらほら実はね、うん、階段も入ってるんですよ。あ、それはいいね。そうで、まあ、とはいえね、これ仮想場で働いたらよく言われるんですけど、うん、仮想場で働いたんすかと、じゃあ怖い話いっぱいあるんじゃないですかって結構聞かれるんですけど、もう塀の話しかないんすよ。なんでやねん、仮想場で、仮想場で、いや自宅の方が多いやろ、どっちかやったら、遠慮するわ、僕、さすがの僕も、塀が臭いんで、なんでやねん、とりあえず塀が臭いんすよ。いやいや、それ家や、臭かったとしてもそれは家やねん。で、なんか言われるんですけど、まあ、これ見たら分かるんですけど、うん、仮想場で働いてる時ってもうそんなね、うん、もうお化けが出たとしても関係ないっていうぐらいやっぱ真剣に働くんですよ、うん、まあね、実際ね。いや、まあ言うたらですよ、うん、その死を扱うわけなんで、まあ、そうそうそう、やっぱりね、ふざけは一切ないですよ、ないっすよっていう風な感じなんです、うん、まあお化けがふざけてるわけじゃないけど、うん、ないけど、やっぱりその結構なんか実際リアルにこう集中するから、うん、実はね、あんまないんですよ、仮想場の、僕はね、うん、だって僕は多分その粗相があったら、うん、すっごいクレームくるやろ多分。あ、そうそうそう、っていうか、うん、もしお化け出てきても、うん、いや僕らめちゃくちゃあなたに対してちゃんとしますよって言える自信があるっていう感じでやっぱ仕事してたから、うん、あんまりないんですけど、だからあんまりないっていうことはちょっとある、ちょっとあるってこと、そうなんですよ。でその話をちょっと今日しようかなと思って、せっかくねこの本の内容のね、面白い、あ、面白い、あ、よかった。じゃあちょっとその中の、数少ないうもうガチの怪談のやつをちょっと、はい、じゃあちょっと不思議な話があるってことですね。そう、不思議な話で、これもうね、竹書房さんちょっとね今日行ってきてましたけど、うん、本社の方に、あ、もうぜひ全然話してくださいって言われたんで、ほうほう、まあ、ちょっと行こうかなと思ってるんですけどもね、まあ、かなりレアな話ってことですね。かなりレアな話、うん、僕もかなりレアな体験でしたけども、うん、これね、僕がまあ働き出して本当にね、うん、結構最初の方なんですよ、うん、結構最初の方にね、初めての子供の仮装をしたんですよ、うん、4、5歳ぐらいなんですよね。チャーミー今何歳ですか。チャーミーもそれぐらいちゃいます。チャーミーそれぐらい、一応相沢ひとみ先生に 見てもらった時は多分それぐらい。あ、そうですか。じゃあチャーミーぐらいですよ、だから、うん、でもうそもそも棺ちっちゃいんですよ。
可愛いな。そうやね、うん、でその可愛いのがまた悲しくて、うん、でやっぱりその、まあね、僕当時働き出してすぐの時やったんで、うん、結構ショックがね、うん、ああこんな感じなんかとかまあ思って、まあ、子供やからね。そう、その言うたらやで、うん、寿命で亡くなったらな、うん、そのまあ90、100とか生きて、うんまあ、悲しいけどまあ頑張ったなみたいな、うんうん、大往生というか。そうそうそう、でお通夜でなんかみんなで久しぶりに親戚集まって、うん、なんかお酒飲んでわっはっはみたいな感じになるけど、子供はさ、まあ、やっぱ きついわ。それはきついでしょ、うん、でまあそのお母さんとかもその家持ってて、うん、もう本当にもう放心状態というか。そうそうよ、そうそう、まあ別にねこの話だけではなくて、もう子供の仮装なんかもうずっとそっからずっと何回もやってるんであれなんですけども、はいはい、まあ最初の時、うん、でやっぱりこう結構うっとくるわけですよね、うん、で、まあ、それで仮装するじゃないですか、でお骨上げして、でその時僕新人やったんで、まあ、いやちょっとやったけれども、まあ、自分で全部こう追ってないというか、うんまあ、そんな感じでまあやらせてもらって、で家とかも見てもですね、うん、なんかその、まあ、ちょっと例えばでいきますけど、その赤いトレーナー着て、多分なんかジャングルジムみたいなところでなんか登ってピースみたいな、はいはい、すっげえ元気な男の子の写真やって、のでそのうわーそっかーとか思いながらも、まあ全て滞りなく終わって、終わった。でその日の業務が全部終了したんですよ、うん、他の仮装も全部終わって、うん、でその後ですね、僕当番やったんですよね、うんうん、でこの当番っていうのは何かって、要は戸締まり当番なんですけど、うん、みんなが帰ってから最終のその消灯とか、うん、施錠鍵とかを全部確認するんですよ、うん、でそれを懐中電灯を持ってつけて、もうコツ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 火葬場の中をうろ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 するっていうのがありましてですね、うん、で最後の最後にね、そのまあホールあるじゃないですか、扉がバーって並んでるところね、があって、でその裏がまあロウラっていう、まあ、いわゆる焼き場、火葬するバーナーが並んでるところなんですよ。最後はまあホールに1回出ます。でホールも電気全部消えてるんですよ。で懐中電灯だけ持ってて、うん、でそのロウラに行く扉っていうのが2つあって、うん、そのホールちょっと大きかったんで、そこなんで左右にこう鉄扉があるんですよ、うん、でこっちの鉄扉から入って、で鍵をガチャンって閉めるんですよね、うん、鉄扉が結構こう音が響くんですよ、うん、ガチャンって言って、うん、で中に入っていって、そのバーナーがずらーって並んでるんですけど、うん、そのバーナー一つ一つになんかガスの元栓みたいなのあるんですよ、うん、ある意味、まあ、そこちなみに灯油だったんで、まあ、正確にはガスの元栓ではないんですけど、まあ、そういうのがあって、うん、でそれが全部閉まってるかどうかを、まあ、みんな確認してるんですけど、最後にもう一度確認するっていうやつなんですけど、まあ、それを懐中電灯照らして、よし OK よしってこう一個一個確認していって、うん、全部大丈夫でした。で、はい、この反対側の鉄扉から出て、ホールの方に出て、で鍵を閉めて、うん、でホールの正面玄関から最後出て帰るんですけど、うん、そのホールから出る直前にババーン言うたんですよ。でこれが鉄扉の音なんですよね。で位置的にこのこっち側、離れてる方の鉄扉やって、うん、であれと思って、やっぱその仕事中なんで怖いとかじゃなくて、うん、なんだみたいな、バババッとこうすぐに行くみたいな、はい、トラブルかなっていう。そうで、まあ行くじゃないですか、うん、で誰みたいな感じでこうドアをガチャってやったら閉まってんすよ。うん、あそうか、さっき閉めたよねと、うん、でその入って閉めて、で出て閉めてるから、え閉めてるなと思って、うん、あれとこれ何やろ、気のせいかなとか思ってたら、うん、次反対側の鉄扉がカチャンって言ったんですよ。おその誰かがノブを回したような音がして、一人やもんね。そうで中にはもう絶対誰もいないんですよ、うん、まあ、実際いなかったんですけど、要はその中をこう通ってきてるんで、うん、その焼き場の方で、うん、焼き場の方絶対誰もいないんですよね。ちょっとシャミ怖がってる。あ、怖がってる。あ、え？シャミ耳ふさん。そう。周りの人形も怖がんの、この話。うん、あ、そう。ほんで、ね、これ不思議なんですけど、僕その時に、まあ多分怖かったのをごまかすためやと思うんですけども、うん、今日の子供かなと思ったんですよ。はあはあ、めっちゃ不思議なんですけど、なんか直感で感じたってこと、ね、別に僕霊感がありますとか見えますとかいうタイプじゃないんですけど、うん、でもなんか、あ、今日の子供かなって思って、うん、でちょっと恥ずかしいんですけど、僕的にはそのホール誰もいないですよ、真っ暗なホールに向かって、うん、ごめんな先帰るわって言ったんですよ僕。ああ、まあでもほんまにこう感じたよね、うん、そのなんかね、うん、お骨上げも参加したし、そう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 、でまあそれで家に帰るんですよ、うん、で、まあ、家に帰って、その時僕実家で住んでたんですけども、うん、まあご飯食べて、でお風呂入って、で、まあ、寝る時になんか襖隔てて、まあ、母親が寝てて、うん、で僕はこっち側で布団引いて寝てるみたいな。で次の日も 朝から仕事やったんで、はい、まあ、すぐ寝たんですよ。でそしたらほら
僕金縛りによくなりやすいって動画撮ったじゃないですか、はいはいはい、うん、でまさにその通りで、その日もあの金縛りにあったんですよね、うん、でえわ金縛りあったなと、あまあ今日疲れとったんかなみたいな、まだ働き出してそんな間もないし、やっぱこうなんかピリピリしてるし緊張もしてるしで、え疲れとったんかな、うわ最悪や明日も仕事なのにとか思ってたら、足元にその子供がいるんですよ、うん、え今日仮装した、あ見えたの、もういるんですよ、まあ、でもこれはあの、まあ、霊的なものというよりは僕はどっちかというと、うん、まあ、幻覚であろうと、うんうん、まあ、ただ不思議なんが、まあ、これも例えばですけど、さっきあの、うん、ほら赤いトレーナー着てこうピースしてるって言ってたじゃないですか、うん、その見た時に、まあ、例えばですよ、その、まあ、実際の夜とか僕言わないですけど、うん、あのあれと、あこの子茶色のズボン履いてたんやと思ったんですよ、もうで見えてるから全身見えてるから、でその時にあそうやったんやとこうなんかスーってこう入って、はいはい、でその男の子が、うん、怖くないってこと、そう全然怖くないのよ、なんか分かんないですけど、で遊ぼうって言ってくるんですよ、で怖くないから、あいいよいいよみたいな、うん、で何して遊んだかというと、うん、しりとりをしたんですよね、うん、でゴリラ、ラッパ、うん、パンダみたいな感じで、うん、あのそれはやっぱ子供なんで、うん、子供でも分かる単語をこっちがこう考えて言ってあげるぐらいに余裕、うん、で全然怖ないんで、うん、やったんですよね、でそれで何回か結構長いことやったんですよ、で長いことをしりとりを、ね、そうラリーずーっとやってて、うん、で僕の出番になって、うん、って急に何も言えなくなったんですよね、うん、急にであれと、あなんか声、まあ、実際に声出してるかどうか分かんないですよ、うん、だけどもなんかあれ声出なくなったの、うん、だから言われあれおかしいなと思ったら、うん、その子供がなんて言ってんのって聞いてくるんですよね、うん、であごめんちょっと待ってなって、そのごめんごめんちょっと待ってなは言えるんですよ、もうでも次の言葉が出てこない、でも次出ないんですよね、うん、でまたやろうと思ってもなんかってなって、あれおかしいなと思ってたら、うん、また子供がえなんて言ってんの、うん、って聞く言ってくるんですけど、それがさっきより声近いんですよね、え近づいてくるってこと、そうやね、それがねまたこれちょっと変なんですけど、うん、パッて子供の方を見たら足元に子供の体あるんですよ、うん、でも顔だけがすっげー大きくなってくるんですよ、ぐわーって、でその大きくなってんのか近づいてんのかはちょっと定かじゃないんだけども、うん、でもとにかく顔がぶわーっとこう来るんですよ、うん、でまたなんて言ってんのってすごいもう近くになってきて、その時に初めて僕うわーっと思って、もう初めて急にもう恐怖がぶわっとこう出てきて、今まで金縛りでそんなことなったことない、そう見てるけど幻覚やから別にいいし、別にその男の別にいいしとか思ってたのに、急にちょっといつもとは違うくて、うん、もう本当に急にこう全身鳥肌立つ感じ、うん、うわーってなって、うん、これはやばいと、うん、ほんでもう僕急いでその言おうとするんですよ、次に言えなかったやつを、はいはい、なんてって言ってるからね、うわーって言うのか、うん、でも全然言えへんくて出てこへん、そう、そしたらまたこの言葉がもうめちゃくちゃこう、うん、たらもうほぼもう、ま、もう完全にこう近くですよね、そこまで来てなんて言ってんのってすっごい言ってきて、怖いでうわーってこう、うん、もう渾身の力でその叫んだんですよ、うん、そしたらガバッてこう起き上がって金縛り解けたんですよ、おでうわーってあ夢やったんだよ、うん、怖って怖ーと思って、でもあのね、うん、めちゃくちゃ汗だく本当に、でその瞬間ね襖がバーンと開いたんですよ、えでうわーと思って見たらあの母親が、うん、あんたどうしたんってあのものすごいうなされとったの、あーごめんごめん、いや今ちょっと悲しわりやっててめっちゃ怖い夢見てて、うん、もうごめん起こしてごめんなとか言うてたんですよ、うん、そしたら僕の枕元にね、うん、iPhone 置いてたんですよ、うん、でその iPhone がピコンって言って、うん、よく聞こえませんでしたって言ったんですよ、うん、いや一緒のこと言ってそうよね、で僕あのほら「ヘイシリ」って言ったらなんか反応するやつあるじゃないですか、うんうん、であれ僕設定してないんですよ、おあのなぜかというとなんかあれやってたらたまに急になったりするじゃないですか、はいはい、で僕ビビリやから怖いから、うん、そういう設定してないんですよ、うん、やのに、うん、それ言ってきて、そしたら僕の母親も「ああ何なんだ」みたいな、うん「いやいや分からへん」みたいな感じでちょっとパニックになって。うん、まあ、でそこからじゃあまあとりあえず寝ようって言って、まあ、あの母親もまた落ち着いてそうあの襖閉めて、うん、僕はもう一切寝れずそこから、うん、多分もう4時とか5時とかなんですけど、はいはい、でそこからもう無理やってなって結局朝になりましてですね、うん、でもうまた朝から仕事じゃないですか、うん、で行くんすよ、でそしたら気になるんですよね、うん、
昨日の男の子何やったんやろうと思って、うん、でまああの何でしょうね、その詳しいことを書いてないんですけど、例えばなんかその、事故で亡くなったとか、うん、まああのまあ自分でとか、まあ、何でもいいんですけど、うん、なんかそういうことがあったらお骨上げの時にですね、やっぱりその普通のお骨上げとはやっぱちょっと違うテンションというかね、うん、こうなんでしょう、寄り添う意味でやっぱり知っていた方がいい情報ってあるわけですよ、うんうん、例えばすごいもうあの、ね、90歳とかのおじいちゃんの時と、うん、じゃあ例えばその子供ね、お子さんとか、うん、じゃあ高校生ぐらいの子が例えば事故でとかなったら、やっぱそのお骨上げもやっぱこう言うこと変わってくるじゃないですか、うん、例えばその気持ちに寄り添わなかった、ね、そうな、高校生の例えば子供がですよ、うん、なんか事故でってなったのに、こちら側、足元でこれがすねでとか大腿骨でとか、うん、全部説明なんか絶対しないですよ。さすがに、うん、気持ちがあるからね、うん、で遺族さんのこと考えたらもう早く終わらせてあげたいみたいな、うん、でまあそういうのがあるんで、うん、一応そのちょっとメモ書きみたいな感じにね、ファって書くことはあるんですよ、ね、相手の情報、そうそう、それはもう遺族さんのためにっていうので、はいはい、で見たんですよね、その男の子の、そ、うん、自己死って書いてるんですよ、うん、で僕その、まあ、新人やったから知らんくて、あ自己死なんやと、うん、はあって思ったのが、僕あのしりとりで言おうとしてたのが、うん、車なんですよ、最後に、そう、それなんかつながるじゃないですか、うん、なんか知らんかったのに、それでと思って、まあちょっとなんか、あなんかそういうことってあんのかなって、こうなんか思わせるようなことがあったっていう話です。はい、いやもうちょっとチャーミーが、はい、チャーミーテンション下がってるやん、チャーミー怖がってる、ちょっと怖がってるね、うせやん、呪いの人形やのに寝るって言ってるわ、うせやん、退屈になってるやんもうあるよ、なんか階段を聞きながら寝るやつあるよ、うん、よくね、そのまだまだ遊びたかったんでしょうね多分、うん、っていうことかもしれない、うん、まあもし本当にそういうね存在があるんやとしたら、うん、まあ、それやったらまあ遊んであげれてよかったかなと思う、うん、だからまあ、うん、ビビかそうっていう気じゃないんじゃないの、うん、その悪気はないと思うんですよ、うん、でただなんでそれ言えなかったんかは不思議、うん、言ってほしくなかったのか、逆に言うとまずいから、これなんか他の人に言われたんですけど、うん、言ってほしくなかったのか、もしくはその、うん、守護霊的なのがいて、それを言うとまずいから、その守護霊が僕を守るために止めていたみたいな、うん、だからそれなんか誰か言われたことあるんですけどっていうのな、ちょっと僕らは分かんないですけどね、うん、はい、っていうことがありましたね。なるほど、まあ言ったらどうなってたんか、うん、ちょっとね怖いですね。まあでも言えなかったってことは、あの、うん、言わない方が良かったってことだと思います、うん、多分ね、はい、っていうような今回ね、はい、お話でございます。その話も入ってる、はい、入ってます。あ、はい、まああのほんのこんな本当にもう、まあこういうのはね、階段みたいのは、うん、まあ、少ないですけどね、ほぼないというか、うんうん、少ないですけど、うん、まあまあそれも入っておりますよと、はいはい、いうことで、あチャーミーすごい宣伝してくれるやん、ありがとうございます。こういう時はしますからね、チャーミーは。チャーミー仕事できるね。1100円プラス税、金額言ってくれた、うん、ああありがとうございます。なんかね、1100円プラス税、2回言わんでいいよ別に。不思議大百科、あちょっと不思議な、うん、階段は聞きたいねんけど、うん、なんやろな、なんか微妙な階段聞きたいわ。あのなんていうかな、え、なんか階段って俺、はい、よし悪しってないと思うのよ。トーナメントは別ですよ、あれはまた競技なんで、うんなんか、あまあでもね、確かに確かに、そうそうそう、でも、うん、基本世界中の階段は、はい、よし悪しないと思うんですけど、うん、あの下駄さんのだけは一つあるじゃないですか、うん、何や、なんていうのかな、もう誰もが語りたくない階段ってるじゃないですか。なんかあの今頭の中でふわーって多分あの話のことやろなっていうのは出てきてますけど、うん、えそれしてってこと、それちょっと、うん、嘘やんあれ、うん、みんなにもちょっとあの聞かせてほしいね。あれあの僕いまだかつてこの階段は、うん、あの配信とかでとかやったことあるけど、うん、残るところとは僕やったことないですよ。でもあのマニアは好きな人いますから、あのやっぱ珍味好きな人いるじゃん、はい、あ珍味が好きな人ね。でアプスーさんとかも大好きじゃないですか。なんかトップ5、今までの階段全部の中でトップ5に入るって言ってましたからね、うん、階段の三大珍味の一つやからあれ。ああ分かりました、じゃあちょっと行きましょうか、うん、はい、あのこれはですね、
まあ、とある方がね、はいはい、教えてくれたんですけれども、はい、まあ、それ仮に A さんというね、うん、まあ、20代の男の人です、うん、でなんか大学生やったかなその頃とか、はい、なんかそんなんやったと思うんですけれども、その A さんの友達の、まあ、B さんっていうのがいましてですね、うん、まあ、その人も男の子なんですけれども、この B さんは廃墟で写真を撮るのが趣味らしいんですよ、うん、で、別にその心霊とか関係なく、その廃墟マニアみたいなね、そんな感じの人やって、うん、で、まあ、B さんが言うんですよね、いや俺今度なと、山の上にパチンコ屋の廃墟あるやろって、まあ、実際にあるんですよ、なんか山に、うん、山の上の方になんかある、だから多分その昔山の上までこう結構栄えてて、うん、でパチンコ屋さんがあるんですけど、今はもう栄え全然もう廃れてしまって、廃墟に、そう、でその上の方にパチンコ屋さんだけがあるらしいんですよね、うん、でそこ取りに行くねんと、うん、で夜取りたいみたいなことを言ってたんですって、うん、雰囲気的に、そう雰囲気的に、で A さんがそれ聞いて、うん、あそうなんと、うん、まあ、もう気ぃつけて行きやーみたいな感じで話をしてて、うん、でその夜 A さん一人で、まあもちろん家で寝てるじゃないですか、うん、そしたら携帯が B さんから来るんですよ、うん、でなんかもう深夜なんすって、うん、もう完全な深夜に電話かかってきて、えっと思って何と思って、その電話出るんですって、うん、パッて目覚めてね、んでえ、もしもし何って言ったら、 B さんがやばいってやばいってって電話の向こうで言うんですよ、うん、焦ってる、めっちゃ焦ってるんですよ、でえっ、ー、とえー、何どうしたんと、今どこおんねんって聞いたら、うん、今あのほらあの廃墟のあのパチンコ屋って言ってたところで、まあ寝ぼけてるからこっちはね、うん、ああなんか言うてたなって、え大丈夫って言ったら、うん、いやもうやばいってやばいってやばいってって言うんですよね、もう我を忘れてる、我を忘れてるんですよ、え、なんやねん、え大丈夫かどうしてんどうしてんって聞いたら、うん、今ロックオンされてんって言うんですよ、あの深夜に電話かかってきて、うん、ロックオンされてんって電話かかってきたんですよ、アフターバーナーみたいな感じあの意味わかんないじゃないですか、うん、で変ななんてって、いやロックオンされてん今って言って、うん、今どこおんの、いや深夜のその廃墟、うん、パチンコ屋でなんて、えロックオンされた、うん、明日にしてくれと、うん、もうあのとりあえずごめんなって、分からへんと、もうあの今何時か分かってるって言って、なんか幽霊出たとか言ったらね、いやいやけどロックオンされたって言ってんですよ、うん、いやもう分かった、とりあえず眠いからもう明日聞くから、うん、もう早帰りみたいな、また明日聞くから電話を切るんですよ、うん、で切って、その次の日の夕方ですよね、うん、その B さん と、近くの、まあ、ファミレスにね、うん、まあ、一緒にこう会うことになったんですよ、でその時に、まあ、共通の友達の C さんも一緒に、はいはい、ついでに来て、はい、で ABC で、まあ、そこのファミレスに行くんですよね、はいはい、でまあ、 普通に喋るんですけども、うん、でいやそういえばさって、B お前あれ何やったん、昨日電話かかってきて、って言ったら、うん、B さんの顔がさーっと青くなって、うん、いや昨日マジでやばかってんと、うん、何かなんかロックオンとか言ったら何なんって言ったら、いや、うん、マジでロックオンされてんって言うんですよ、うん、ではってなるじゃないですか、うん、そしたら C さんも、え、ちょっと何それ何それみたいな、うん、でもそれ A さんが言うんですよ、いや深夜に電話かかってきて、なんかロックオンされたとか言ってきたから、ちょっともうめんどくさ思って電話切ってみたいな話したら、 B さんが、いやもうマジやねんってなんか怒るんですよね、うん、でいやその A さんも C さんも意味わからん、いやロックオンされたって何なん、いやマジでロックオンされたって言うんですよ、うん、でもうすごいもう B が怒るから、うん、もうちょっと鬱陶しくなってきて、じゃあもう行こうや今日って言って、うん、夜行こうやって言ったんですよ、うん、そしたら B さんがまたさーっと青ざめて、うん、いやあれはマジでやばいと、無理やと、もう無理や無理、いやいやでも自分もう怒るし、うん、そんなに言うんやったらマジで一緒に行ったるから行こうやって、ほんまにそうなんやったら謝るけど、うん、でもそれはちょっと一緒に確かめに行こうやって言って、そしたら B さんがもうしぶしぶ分かった、うん、じゃあちょ今日行こうって言って、その夜、うん、ABC の3人でその言われたその廃墟ね、うん、パチンコの廃墟行くことになるんですよ、うん、で、まあ、行くんですけど、やっぱりその怖いじゃない、夜の山道行って、でうわ怖ーみたいな、普通に山怖いから、ね、そう普通に山怖いからで、うん、B よう行ったなみたいな感じで、うん、でその B さんに、まあ、連れられる感じで A と C と後ろついていって行くんですけど、うん、結構歩いていったらその廃墟のパチンコへ出てくるんですよ、うん、まあ、怖いっすよね、パチンコやからまたでかいでしょ、ね、そうでかいし、うん、
でね、なんか中はなんかガラスとかも散らばってて、うん、なんかもうごちゃごちゃらしいんですよね。俺ら2人やったらいけるけどね。いやもう僕ら2人でも全然いけてなかったけどね、この前の心霊ロケの時に、ね、2人やったらもうめっちゃいけるけどね。全然いけてなかったけど、うん、まあそれでまあ見つけるんですよ、うん、でここって言って中入る、あの中入って一番奥に行った時にロックオンされるって。ロックオンがもうね意味わからないでしょ、うん、でそれでじゃあもうとりあえず行こう、前行こうって、うん、でバーって行くんですよ。で行ってこうそろーりそろーり、うん、どこなんいやもっと奥もっと奥って、うん、でもうパチンコ屋さんの背後の一番奥まで行くんですよ、うん、で一番奥に行った時に B さんがピタッと止まって、うん、ここ、うん、ここでロックオンされた、うん、え何耳を澄ますんですよね、うん、そしたらすごく近くで、でもどこか分かんないです、うん、どこか分かんないですけど、うん、そうすごく近くでウィーンカシャって言ったんですよ。その瞬間 B さんがロックオンされてるって。そしたら C さんがえフルロックオンされてるってキラーって言って全員で逃げ帰ったっていう話。ロックオンの仕方フル、あ忘れた、3回なったってことじゃん。あのウィーンカシャウィーンカシャウィーンカシャキャーッブワーッて逃げたって話。ロックオン仕方古バレてもうてるやん、ロックオンしたの。でこれをあのその言ってくれたね、まあ、A さんから僕聞いたんですよこの話を。そでもねその A さん の, その話し方があのね、うん、マジなんですよ。ああ嘘じゃない、そうだから笑いとかもないじゃなくて笑かそうと思ってるの、これマジなんすよ、めっちゃ怖かったんすよって。でも下駄さんやったら信じてくれると思うから、うん、あのこの話をしてくださいって、フルこの話をあのいろんなところでしてくださいって言われたんやけど、もう未だかつてその残る形ではしてなかったんですけど、ウィーンカシャってウィーンカシャって聞こえてもうてるやん。ロックオンって多分見つからないようにせなあかんねん。だからあの何やろうね、多分ターミネ初期のね、うん、いっちゃ第一作目のターミネーターぐらいの時代感よね、うん、ウィーンカシャって90年代やったっけ、あれターミネーターでももうあれか、うん、そうでもそうか、ウィーンカシャっていうのが聞こえたって言ってました。ウィーンカシャってもうアラレちゃんとかじゃん。そうやね、アラレちゃんの時代ぐらいやね、うん、でもそれがもうめちゃくちゃ怖くて、もうマジで信じてくださいって言ってた。いいっすね、なんかたまに珍味食べるといいじゃないですか。マジなんすよってマジなんで。いやいや分かってる、それは信じるで、はい、その人が言うのは、それはマジで信じるけど、うんうん、ただロックオンが古いっていう。古い、ね、古っていう、古い古いめっちゃ古いよね。古い何、ロボットがおんの、そのロックオンっていう技術を初めて開発した時の感じやね。ね何それ、もう幽霊じゃないやろ。ロボットがおるそれ。いや分からん分からん分からんのよ。古いロボットがおんの。分からん、全然分からへん。それは分からへんけど、でも、うん、不思議やね。そうロックオンされたっていう気になるらしいですよ。なんでそのパチンコ屋でロックオンされるの。いや分かれへんのよ。あのね、だからすいません、もうこの件に関しては質問されても何も分かれへんから。なんで狙われてんの。いや分かれへんのよ。全然分かれへん。撃たれてないし。撃たれてないし別に。だから分かれへんけど、まあ、本当にあったっていうふうに言ってたんで、まあ、一応ちょっと記録としてこれ残させていただきますけどね。はい。もうほんま、もうあの、もうみ、俺結構みんなの階段喋りたくなる衝動に駆られんねんけど、はい、ロックオンだけど喋りたくなる衝動が出てこない。いやいやいや、あの別にこれ田中さん喋ってもらってもいいですよ、マジで。でも全然ロックオンがただ古いねんこの話。ウィーンクシャって、そうウィーンクシャって。そう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 。古いね。古いよ。古いね。昭和の時のロックオンのあれやね、うん、なんかね、うん、とは思いますけど、はい、まあ、久々にちょっと聞きたかったんで、ああそうですか、ああよかったです、本当に、定期的に、はい、定期的に喋りましょう、これは、定期的に、うん、あ本当、うん、多分この動画僕再生回数めっちゃ低いよ、あの1ヶ月経って200句とかちゃいます。低く、逆に200句の人に俺なんか気のお気の毒やわな。もうあのタイトル、そうサムネイルのタイトルどうなるか分からへんけど、最強階段や、最強階段、うせやんマジで。怖っ、これが下駄の真骨頂。これこれで、うーわ。